はいどうもGボーイズです知らないおばあちゃんが集まってる手でちぎった餅、どんなに綺麗に手を洗ってるか食えねえもんは食えねえ。はい、ということでですね、まずはですが、まずは皆様、明けましておめでとうございます。2022年ですね、ちょっとね1週間ぐらい動画が、空いちゃってると思うんですが、申し訳ないですがちょっとねお正月休みをいただきましたということで、本当ね、金が新年ということで、いやーめでたいですね、めでたいといえばエスパルスもそうなんですよね。まあ今日はねものすごくいいニュースがたくさん、飛び込んできましたので、本日の企画の方が、2021年度のですね、年末から起こった、事件やそれから、遺跡情報の1月5日現在までの、まとめというところ、それから代表にですね、〇〇選手と〇〇選手と〇〇選手が選出されたということで、もうほぼほぼねこの動画を見ている方は、もうネタバレしているかと思いますが〇〇選手が代表に選出されたことで、代表に衝撃の嵐が巻き起こるということでですね、ぜひぜひそちらの方もね、楽しみにしていただければと思うんですが、2022年度もですね、GBOYSTV、GBOYS 僕はですね、もうとにかく動画の本数をもっともっと増やしてですね、もう年間200本以上は確実に動画を上げていけるように、それからですね、もう一つの目標というところが、なんとしてでも1万人というところを早く達成したいと、チャンネル登録者1万人というところを達成できるように本当に、ね、今年も、めちゃくちゃ走り続けていこうと思いますので、皆様もですね、ぜひぜひ、応援していただければめちゃくちゃ嬉しいです。それからですね、今初めて見たよという方はですね、今日はですね、僕の、名前とチャンネル名、それから、顔だけでも覚えてですね、とにかく、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではですね、本日の最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、ということでね、始めていきましょう。まずはですね、皆さん初夢って見ました？僕ね、全然初夢って毎年見ないんですよね。おいちょっと待ってよ。なんか全然内容なさそうな話しようとし始めてるし、なんか長くなりそうだからとっとと行けよ、ボケ。おい、ちょっと待ってよと思った方、その通りでございます。何の内容もない話なんでね。とっとと本題の方に入っていくんですが、まずはですね、本当にめでたいニュースから、まずは新年ということでね、行きたいと思うんですが、1月5日ですね。まずはですね、キリンチャレンジカップ、ウズベキスタン戦に向けてですね、JFA が発表ということで、追加招集ですね、松岡選手と、それから鈴木唯人選手が、追加招集されました。これはですね、本当にね、まあ、予想してなかったといえば、まあ、嘘になるというかね、もちろん目標としてはあったんですよ。松岡選手がエスパルスにサガトスに行くからね、来てくれた時もですね、海外に行くことが夢なんだ、それから日本代表に行くことが夢なんだと、熱い気持ちを持ってね、エスパルスに入ってきてくれてるんで、いつかはと思ってました。それから鈴木唯人選手にしてもそうじゃないですか。ずっと夢だったこの日本代表ですね、こんなに早く2人が、まあ、叶えてしまうかというところですよね。この A 代表に選ばれた、それからですね、権田選手もちろん入っております。ということでですね、エスパルスから、なんとですよ、驚かないでくださいね、3人の選手が、現役の日本代表選手になったということなんですよね。これ、思い出してみるとですね、2000何年から10年ぐらい前ですよね、10年、11年、12年、わかんないですが、アジアカップとかでね、本田選手とか、岡崎選手、それからですね、あと、藤本樹乃選手とかがですね、いた時にも3人選出されたというところで、その時もね、エスパルスサポーターも、代表戦があるたびにですね、もうお祭り騒ぎでわっしょいわっしょいという感じだったんですが、またその日々がやってくるんです。日にちの方がですね、21日ですよね。まずはウズベキスタン戦ということで、また2試合ぐらいあったのかなっていう感じなんですが、そこでですね、まあ、なんとか出場をね、この松岡選手と鈴木唯人選手、してくれないかなというところなんですよね。
ロイチさんってね言うとちょっとあの前田大然選手がねなかなか出れなかったりとかってあったんで、もしですよ、もしもですが、このね2人が、まあこの、まあ、大会に出れなかったとしてもですね、やめてくださいよ、僕言いましたよ、絶対にやらないでくださいね。まああのロイチさんにねあの襲撃をかけるなんていうことは絶対にねやめてくださいということをね強くお願いしたいです。やらないでくださいよ、絶対にやらないでくださいよということなんですが、あの嘘ですからねというかね、あの多分あのチャンスは必ずあると思います。あのこれあの前田大然選手とか旗手レオ選手、のまあ代わりとね、まあ書いてあるんですが、そんなかっこいいでええやんって話なんですよね。いち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 これ2人で実力で入ったんじゃということをね強く言いたいんですが、まあ、必ずチャンスはあると思います。その中でですね、松岡選手はやっぱり、中盤で刈り取るっていうところをね、あのしっかりとやればね、あの代表定着っていうところは必ずできる選手だと思うんですよ。それからですね、鈴木唯人選手ももうね、自分のもう自慢のドリブル、ゴリゴリしたドリブルでですね、ボックス内に入ったら必ずシュートで終わる、こういったところでしっかりゴールっていう、ね、結果を残せば、2人もですね、まあ権田選手に続いて日本代表定着なんていう風にねなってくると思います。なってきたらどうなると思いますか。そうなんです、他の、ね、選手が感化されるんですよ。いや、あのエスパルスには3人の代表選手がいるんだぞと、じゃあ俺も、ね、チャンス必ずあるんじゃないかと権田選手は言ったじゃないですか。どこでプレーしてるかじゃない、何をやってるかなんだと、必ず見てくれる人はいるというところで、人1倍人もいや5倍10倍の努力をして、まあ、結果を出したこの2人の選手が選ばれたっていうことはね、他の選手の目標になるんですよ。必ずやなってくれると思います。僕はあのレレ選手とかね、あの奈良岡選手とか高橋大悟選手、あのエスパルスの若手、まあ、それから中堅、それから全ての選手に、ね、あのチャンスっていうものは必ずあると思うんでね、この2人の活躍、いや3人ですね、3人でしたね3人の活躍を見てね、エスパルスの選手も感化されて、この2人、いや3人ですねっていうの、3人だからねっていうので、3人を見てですね、このエスパルスがこう、ね、ものすごくこういい循環になって、リーグ戦の方もね、こうもうモチベーションが上がっていい、ね、結果が出ていくんじゃないかなっていうふうにあの予想しています。まあ、ということでですね、松岡選手、鈴木唯人選手、本当にね、おめでとうございます。そしてですね、出場することがあったら必ずね、結果を出してください。応援しています。はい、続いてはですね、皆さんがねもう年末から、まあ、一番気にしていたんじゃないかというね、部分のお話になってくるんですが、契約とか移籍情報ですよね。ここがもうね、とにかく心配で心配で、もう夜も眠れんぞと、夜も寝ないで昼間寝てね、もう皆さん心配に心配をね重ねて、日々をね過ごしてきていると思います。僕も同じです。僕もめちゃくちゃ心配でした。まずはですね、本当毎日毎日ねハラハラしながら、皆さんツイッターとかね公式の情報を待ちながらね、過ごしたと思うんですよ。僕も同じなんです。で、そしてですね、1月5日現在ですね、今現在、まあ分かっているということで、まあ決まっている選手がですね、まず新加入の選手なんですが、ゴールキーパーがね、権田修一選手が、ポルティモネンセ SC ポルトガルからですね、まあ完全移籍にてエスパルスに、入ってきてくれたということですね。ここもね言われている話だと2億とか、まあ、それ以上とかっていう話もあると思うんですが、まあまあ、それ以上の価値は必ずある選手なんで、本当にね、モチベーションの上がる動画あったじゃないですか。もの精神的にもそうですが、この日本代表、それからエスパルスの、まあ、守護神という部分で、権田選手が残ってくれたっていうのは、まあ、最大のね、まあ、補強というか、加入になったかなって、僕個人では思っているんですよ。そしてですね、まあ、ミッドフィールダー、岸本選手が、徳島ボルティスから、エスパルスに移籍してきてくれたということと、白崎選手がですね、鹿島アントラーズから、完全移籍ですよね。で、帰ってきたということですよね。白崎選手を本当に個人的にめちゃくちゃ大好きなね、選手だったんですよ。もうなんともね、言葉にすると美しいサッカーというんですか、踊るようなサッカー、本当ちゃんとにもあったじゃないですか。本当にダンスを、ね、しているかのような、華麗な、ね、テクニックのあるドリブル、パス、シュート、すべてにセンスが光ってるんです。そのような選手が鹿島に行ってしまったときは、まあ悲しかったですよね。イラッとしましたよね。こんな野郎とも思ったんですが、帰ってきてくれたら仲間ですから、もうとにかく手厚く手厚くですね、もう二度と、もう二度と清水を出ていかんでよと。
清水で必ず結果を出して、白崎選手もそうですよ、日本代表とかね、まあ世界にも行ってほしいですが、今はねエスパルスで活躍してくださいよというところなんですよね。本当にここはお帰りなさいということでね。でそれからフォワードは、以前ね動画でご紹介した、神谷雄太選手ですね、あの天才ドリブラーがですね、柏レイソルから入ってきたというところで、まあ、必要最小限というか、もう、去年から比べるとコンパクトな、まあ、加入というところに今はね、とどまっているんですよね。はい、そしてですね、ここからはね、例年と違うんです。去年と全く違うんです。ここからがですね、面白いんですよ。今年のですね、平岡監督、まあ、今年ね、初めてですが、まあ、開幕から監督をね、やることになったんですが、この平岡監督の狙っていること、考えていることっていうのがね、こう見えてくるような、ほとんどの選手を残したっていうことなんですよね。まあ、ゴールキーパーからいくと、大久保選手、永井選手、それからディフェンスでいうと、今井選手、バウド選手、達也選手、片山選手、鈴木義則選手、まあ、今日ですよね、1月5日に、発表されたというところと、それからミッドフィールダーがですね、中山選手、宮本選手、滝選手、竹内選手、小野浦選手、西田選手、辺野選手、それから奈良岡選手、原選手、鈴木唯人選手、松岡大輝選手、ここも1月5日、今日ですよね、それからベンジャミン・コロリ選手なんですよね、そしてフォワードがですね、リサロ・アキラ・シルバーのレレ選手、それからごっちゃん、後藤祐介選手、高橋大悟選手が、まあ、レンタルバックですよね、それからチアゴ・サンタナ選手、カロリーノ選手というところで、主力をほぼ残したというところなんですよね、ほぼですよ。で、まあ、河合選手とか、まあ、他にも奥井選手とか、まあ、あとは中村啓太選手とか、流出してしまった選手もいるんですが、ほとんどの、まあ、主力メンバーを、まあ、ここエスパルスに、まあ、留めたと、そして去年加入してきた選手を全て、留めたというところなんですよね。ここがね、平岡監督が何を狙っているのかっていうのが、ここから見えてくるんですよね。はい、ここまで見てきたんですが、皆さんは今ね、どのようにこの補強っていうかね、この、まあ、残留してきた選手、それから、加入してきた選手、これ今、どのようにね、皆さん感じていますか。去年のような派手さがないな、大丈夫かな、まあ、すごいじゃないか、いろいろな意見があると思うんですよ。僕が、まあ、一番にですね、まあ、一番に感じたところがですね、去年の反省を生かしたんだなというところなんですよね。去年本当にそうですよね、10人ですか、大補強、もう選手をガラッとスタメンもそうですが、まあ、変えてきたという中で、まあ、すごい、まあ、期待がでかかったじゃないですか。本当にもう今年は優勝だ、すごいぞ、この大補強で、まあ、負けるはずがないと言ってね、まあ、始まったシーズンなんですが、まあ、始まって蓋を開けてみればね、本当に目標を立ててね、カラカーンとね、まあ、崩れてきたじゃないですか。まあ、大補強をして、まあ、入れてきても結局、まあ、フィットするまでにね、時間がかかってしまったりとか、そういうところもあってね、まあ、すべていっぱいたくさんね、新しい選手入れてきたからうまくいくわけではないぞという、ところを本当にまあ、学んだというかね、まあ、監督がまず変わったじゃないですか。で、この平岡監督になった時にサッカーもガラッと変えたんですよね。ポジショナルプレーというところから、まあ、中盤でまあ、早く刈り取って、もう縦に、まあ、堅守速攻のサッカーにしましょうよというサッカーに、平岡監督は変えてきたんですが、この変えるタイミングですよね、この4節前、終了から4節前から変えたところで台風うまくいったんですよね。これはいけるぞと、まあ、平岡監督はもう実感してるんだと思うんですよ。このメンバーももうこれがもう今の正解なんじゃないかっていうところがね、多分頭の中にあったと思うんですよね。だからこそこのメンバーでやりたいと、むしろこのメンバーでならやれるっていう自信があっての、まあ、主力をほぼ全員、まあ、残したというところだと思うんですよ。これはもう間違いなく平岡監督の、考えというかね、采配だと思います。もうエスパルス2022はもうここからも始まってるんだと思います。もう平岡監督の頭の中ではもう完全にね、イメージができていると思うんですよ。まあ、残り4節、ものすごいいいサッカーをやってたじゃないですか。もうね、試合になったら、本当もう試合に入っていったらもう、負ける気のしない、本当サッカーですよね。で、まあ、ずっと言われてることですが、まあ、なんていうんですか、まあ、決定力不足と、まあ、ディフェンスラインですよね。まあ、失点が多いというところも、まあ、ここをどうね、まあ、平岡監督が修正していくのかっていうところも、もう、はっきり言って、ものすごくね、ワクワクして楽しみなんですよ。ということでですね、まあ、今回の、補強というか、移籍情報ですね、今のところでは、まあ、平岡監督の考えは、まあ、去年の、まあ、失敗と言ってしまったらあれですが、まあ、そこを、まあ、生かした、それからもう、
完全に自分のやりたいサッカーがアラウマの中でできている、そしてこのメンバーならやれるという自信があるというふうに僕はね感じたということで、まあとにかくまあ2022年シーズンですよね。あの今年は本当にまずはですが、もうフィガルのね、リーグ優勝というところを目指して、とにかく平岡監督、それから、今年戦っていくメンバーにはですね、期待していきたいなというふうに思っています。はい、ということでですね、本日は、松岡選手と鈴木唯人選手が、まあ日本代表に追加招集されたということと、まあ今回のね、まあ移籍情報から見える、平岡監督の、まあ考えというね、ところまでやってきたんですが、いかがでしたでしょうか。本当にね、もう何ですか、この年明けからいいニュースばっかりでね本当にこのまあお年玉っていうんですかね、ものすごくいいことが続いてるんで、まあ、このままね本当に2022年はエスパルス躍進の年になってくれたらなっていうふうにね、思っています。そして我々サポーターもですね、本当に団結清水で今年こそね優勝を目指して、もう必ずね、あの気持ちを何回も何回も言いますが、僕たちの思いっていうのは必ず選手に届くんで、この熱い思いを今年も選手にね届けましょう。はい、ということでですね、本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。この動画がですね少しでも面白かったよという方は、高評価ボタンとチャンネル登録、それからですね、ベルマークボタン、通知ボタンですねの方もポチッと押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、それではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。